初乗り料金640円になります。どちらまで行かれますか？かしこまりました。それでは出発いたします。困ったっすね。そうだな。あ、キリュウさん。いやお待ちしてたっすよ、キャプテン。よう。ところで何やってたんだお前ら。何か困ってたみたいだが。ノック練習でもしようと思ったんすけど、人数が少なくてできなくて。どうしたら少ない人数でも効果的な練習ができるか考えてたんす。そうか。確かに人数が少ないとろくに練習もできないかもな。そうなんすよね。でも練習しないとプロになる夢が。なんだ、千葉はプロを目指してるのか。一応。まあでも厳しいことは承知してるんすけどね。社会人野球にもどこにも入れませんでしたし、僕みたいな下手な選手を迎えてくれたのはこのチームくらいのものでしたから。まあ夢を見るだけならただっすからね。ただなら見といた方がいいでしょ。まあそうかもな。意外と熱いんだなお前。いやいや、そんなそんな。でも話戻りますけど、人数が少なくて練習がうまくできないのは痛いっすね。今のままだと選手交代もできないっすから。まずはメンバーを増やすところから始めなきゃいけねえみたいだな。だが急にメンバーを探すと言っても難しいな。お前ら誰か心当たりのあるような奴はいないのか？まあいるにはいるんすけど。ほう、誰なんだそれは。いやでもそいつは。千葉さんの言ってるのって森塚さんのことじゃないですか？森塚。ええ、千葉さんの高校の同級生でチームメイトです。一緒に甲子園目指したっていう。なんでもプロに注目される選手だったみたいですけど、何かトラブルで野球をやめちゃったとか。ほう、そうなのか。まあ森塚さんはピッチャーなんで入ってくれると本当に助かるんすよね。うちのチーム今のところピッチャー僕だけですから、毎回全部投げさせられてヘトヘトですよ。確かにピッチャーが入れば好都合だな。その森塚ってのはどこにいるんだ千葉？さあどうせどっかの酒屋あたりで酒を飲んでるか喧嘩してるかじゃないっすか。酒屋か。じゃあ後で行ってみるか。多分声をかけても無駄だと思うっす。あいつはもう昔のあいつじゃないんす。千葉、お前そいつと何かあったのか？いや別に。よろしくお願いしますね、キリュウキャプテン。ああ。戻られますか？かしこまりました。それでは出発いたします。喧嘩か？ほら
うぜえんだよ森塚。森塚、まさか千葉たちが言ってた野球経験者ってのはあいつか。お前いい加減、手当たり次第喧嘩売るのやめねえとそろそろ死んじまうぞ。期待の選手だったのに悲しいね。落ちるとこまで落ちたな森塚。まあまた遊んでやるよ。くそ、ちくしゃ。ひどいざまだな。一応声をかけてみるか。あんた森塚か。ああ、なんだおめえは。桐生だ。実はあんたにちょっと相談したいことがあってな。相談？こんな俺にが。あんた変なやつだな。で、なんだよその相談ってのは。この酔っ払いが何でも聞いてやるぜ。実は俺今瀬戸内ウォーリアーズという草野球チームのキャプテンをやっていてな。何？単刀直入に言う、うちのチームに入ってくれ。断る。どうしてだ。あんた野球をやっていたんだろ。もう俺は野球はやらねえんだ。大嫌いだからな。聞いた話だと何かトラブルがあったというが、一体何があったんだ。てめえなんかに話す筋合いはねえよ。おい酒だ、酒をよこせよ。もうずいぶん飲んでるんだろ。やめておけ。うるせえ。てめえさっきから何なんだよ。ただでさえ俺はむしゃくしゃしてんだ。酒よこさねえならぶっ殺す。なんだ、強えな。喧嘩では、怠慢では負けねえ自信あったんだが、上には上がいるもんだな。酒飲んでてあれだけ戦えるんだ。まだまだ動けるんじゃねえか、あんた。そうかもな。野球なんて、ルール忘れちまったけどよ。一体何があったんだ。あんた野球が好きだったんだろ。好きなんてもんじゃねえよ。俺には野球が全てだったんだ。そうか、チームメートの不祥事でチームが解散したのか。ああ、俺は卒業後プロの夢を諦めきれずに社会人野球になんとか滑り込んだ。絶対にプロになる。チームは弱小だったが毎日死に物狂いでやっていたよ。おかげでチームが勝てないながらもスカウトが目をつけてくれてな。このまま実績を作ればドラフトで指名してくれるって約束までしてくれたんだ。ほう、すごいじゃないか。だがその矢先に起きたのがチームメイトの暴行事件だ。プライベートで遊んでた時に飲みすぎて周りの人間を殴っちまったんだと。それで連帯責任でメンバーは全員謹慎。もともと成績不振だったこともあって結局チームはそのまま解散させられちまった。それは残念だったな。しかもその暴行したメンバーは真剣に野球をやっていないクソ野郎だった。
俺はそんな奴のせいで人生をめちゃくちゃにされたんだ。それからは自暴自棄になっちまってな。酒に浸かってとにかく野球を忘れようとする毎日だ。でもな、やっぱり野球が好きなんだよ。どうしても思い出しちまうんだ。だからまた酒を飲む。結果がご覧のありさまだ。我ながら情けねえよ。森塚、もう一度野球をやる気はねえのか。今さら遅えよ。森塚。あ？なんだ、千葉か。久しぶりだな。俺を笑いにでも来たのか。お前は俺の球を打てた試しがなかったもんな。だが喜べ、今なら打てるかもしれないぜ。ふざけんな、ふざけんなよ。なんだと。俺はずっと同期のエース森塚の背中を追いかけてきた。森塚の球を打ちたくて、森塚みたいになりたくて、毎日野球をやってきたんだ。羨ましかった。センスもあるし体格もある。俺にはないものばかりだ。なのにチームが解散したから諦めたってなんだよ。プロのなり方なんて他にもたくさんあるはずだろ。何簡単に諦めてんだよ。千葉、俺だけじゃない。森塚に憧れて夢を託してたメンバーがたくさんいたんだ。それなのにダサい理由で諦めて言い訳して酒飲んで開き直って何やってんだよ。センスがあって野球が好きなのに野球を諦めるなんて。センスがないくせに野球を諦めきれない俺が許さねえぞ。千葉。なあ森塚、もう一度一緒に野球をやろうよ。お前まだ未練があるんだろう。こんな風に飲んでても何も始まんねえよ。もう一度一緒にあの頃みたいに夢とボールを追いかけようよ。俺の憧れてたかっこいい森塚に戻ってくれよ。千葉。いけないいけない、らしくないっすねこんなの。いや、お前らしいよ。中に熱いもんを持ってるところは昔と変わらねえな。俺は逆にそんなお前に憧れてたんだぜ。森塚。桐生さん、さっきの言葉は撤回だ。やっぱり俺も千葉とあんたのチームに入れてくれ。いいのか。ああ、同級生にここまで言われて何もしないわけにはいかねえだろ。俺の人生不完全燃焼で終わっちまってるからな。このままだと一生後悔して死ぬだけだ。俺またプロを目指してみるよ。まずはその第一弾として現場復帰だ。プロか。大変だと思うがいいのか。おう、夢は見るだけならタダだからな。タダなら見といた方がいいだろう。それにやっぱり野球がやりてんだよ。言わせんなよ、恥ずかしい。よし、改めてよろしくな、森塚。おう、またよろしくな、千葉。おう。森塚が入れば相当な戦力アップっすよ。尾道にもまだまだ野球経験者がいるって聞きます。もし見つけたら今日みたいに誘ってもらえると助かるっす。わかった。ようよう、弱小ウォーリアーズの皆さん。サンダースの浜名。お、仲間が増えたのか。まさか森塚こんなチームに入るのか。お前ほどの実力者がね、落ちたもんだな。余計なお世話だ。その性格相変わらずだな、浜名。それよりうちもメンバー増えて強くなったっすから試合しましょう。試合
確かオタクの2軍に勝ったら戦ってくれるんすよね。ああ、今のあんたら程度なら俺たちが出るまでもないんでね。2軍の補欠メンバーたちが最近暇してるからよ、その相手でもしてやってくれ。まあ2軍とはいえ腐ってもサンダースだ、あんたらが勝てるとは思えないけどね。上等だ。お前らの2軍とやらに伝えておけ。首を洗って待ってろってな。言うね。確か桐生キャプテンだったかな、今のセリフ。後悔することになっても知らないよ。サンダーズの層の厚さ思い知るといいよ。じゃあまた球場で。あの性格の悪さ昔から変わらねえな。うん、絶対に負けたくないっすね。ああ、とにかくもっとメンバーを集めてチームを鍛えて強くしていくしかねえ。どうせやるなら絶対勝とうぜ。うっす。おう。